背景です。今回は西武かオリかチェフリーヤン NPB 球団と契約合意ということでですね、今回はライオンズが獲得に興味を示していたジェフリーヤン投手が NPB の球団と契約合意に至ったことが、判明しましたので、今回はねそのことについて話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは西武が調査中のヤンが NPB 球団と契約ということでね、話していきたいと思います。ツイッターの方でね、ドミニカのスポーツアカウントか何かが、ヤンがね NPB の球団と契約をしたというふうに、投稿をしました。で、今週中にね、正式に、その球団から発表されるというふうにあってですね、まだねもちろんねどこの球団からも正式に獲得したという発表はないんですけれども、もう水面下では合意に至っているということになっております。で、このヤン投手なんですけれども、確か1週間ぐらい前でしたかね、ライオンズが獲得をしたっていうことが、あるね、記者によって発表をされて、直後にオリックスが契約したっていうのが、ツイッターで流れてきてですね、どういうことだっていうふうにね、結構こう困惑したんですね、ファンの方は。西武と獲得発表された後に、オリックスが獲得したみたいな、情報が流れてきて。で、西武が獲得したっていうのは、デイリースポーツの方でも、取り上げられていたので、どうなってるんだっていうことでね、すごいね、結構混乱した方も多かったんじゃないかなと思います。ただね、その情報が流れた数時間後に渡辺 GM が、調査中っていうふうに明言をして、まだね、どの球団とも契約に合意至っていなかったということになりました。で、ただね、やはり複数球団による争奪戦が行われていたっていうところは、否めないということで、オリックスだったりとか、ライオンズっていうところはね、間違いなく調査をしていたのかなというふうには思います。ただ、そのヤン投手なんですけれども、ようやくね、どっかの球団と、契約合意に至ったということになっておりまして、それもね、NPB の球団と、いうことになります。まずはね、このヤン投手知らない方もいるかなっていうふうに思うので、簡単に、まずヤン投手の紹介をね、以前の動画でもしたんですけども、また改めて簡単にしていきたいと思います。まずはプロフィールからです。1996年8月17日生まれ、ドミニカ出身。身長190センチ、体重83キロ、左投げ左打ち、ピッチャーです。マイアミマーリンズの傘下に所属をしておりました。最速は158キロということになります。続いて今シーズンのトリプル A での成績見ていきます。6試合に登板して、防御率 15.00、0勝2敗。6イニング、11奪三振、四死球が9個、KBB.2 のウィップ 2.83 という成績でした。MLB ではね、まだ実績というか登板がないと、いうことになっておりまして、割とね将来性を買われているピッチャー、素材型のピッチャーということになっております。で、トリプル A デビューしたのも今年が初めてだったというところで、成績の方はねなかなかちょっといい成績を残せてはいないんですけれども、やはりポテンシャルはかなり高いということになっております。で、それは何かというと、やはり驚異の奪三振率ですよね。めちゃめちゃ三振が取れるということになっております。トリプル A でも6イニングで11奪三振ということで、奪三振率は驚異の 16.50、 ダブル A の方でも16.50マックスなど、非常にやっぱりこう三振を取れる能力が高いというところ、ここがやっぱり彼が、いろんな球団が興味を示している理由なのかなと思います。で、球種はスライダー、カーブ、シンカー、チェンジアップっていうところで、左ピッチャーではあるんですけれども、これだけのね変化球を操って三振を奪うことができる。で、まっすぐっていうところも、最速が158キロで平均でも150キロを超えることができるというところでね、やっぱりポテンシャルってところはかなり高いピッチャーかなと思います。で、今ドミニカウィンターリーグの方に参加をしているんですけれども、そっちではね18試合に登板して17イニング、防御率が 3.71、 24奪三振ということで、ちょっとねここ最近の試合打たれてしまって防御率は上がってしまっているんですけれども、17イニングで三振を24個取っているというところで、奪三振率は 12.7 を記録しておりますので、かなりやっぱりねこの三振を取る能力っていうところは、トリプル A でも、ダブル A でも、ドミニカウィンターリーグでも変わらず高いということになっております。で、ライオンズはもちろんね、このヤン投手の獲得に動いていたということなんですけれども、他にもね、DeNA、オリックス、ロッテ、ソフトバンクっていうところが動いていたのではないかっていうふうに言われていますし、あとはね、MLB の複数球団も、このヤン投手の獲得に興味を示していたというところもありますので、どこのチームに行くのかっていうところが、注目をされていました。じゃあ、どこに行くのかっていうところがやっぱ気になってくるところなんですけれども、関東の球団と契約したっていう噂が出てきております。例の韓国人のね、アカウントが、そういう風に言っていたということなので、どこまでちょっと信用性があるかわかんないですが、仮に関東だとしたら、ライオンズが DeNA っていう風にね、なってくるかなっていう風には思いますね。関東抜きにして考えたとしても、やっぱりライオンズがね、調査をしているっていうところがね、
まあ、各社スポーツ紙でもね、まあ、出てきているし、まあ、GM もね、じかじかに視察に行っているというところがありますから、まあ、ライオンズ大本命っていうところがね、割と高いんじゃないかなというふうには思います。だからやっぱりね、ライオンズっていうところがね、僕は可能性高いかなというふうには思ってますね。まあ実際にどうなのかっていうところは、まあ近々わかるかなとは思うんですけれども、割と期待はしていいかなというふうに思いますね。ただね、やはり仮に取れなかったらっていうところをね、まあ考えていきたいんですけれども、まあ獲得が叶わなかったとしたら、もう一枚助っ人のね、ピッチャー獲得に動くんじゃないかなというふうには思いますね。まあ今回、ティノコ投手、クリスキー投手、エンス投手のまあ3人が、移籍をしたっていうか、まあ、リリースされたっていうところがあって、現在獲得しているのがまだね、あのアブレイユ投手一人だけということになっております。まあ、やはり抜けた数とね、まあ、取った数っていうところを考えると、まあ、明らかにね、ピッチャーの助っ人外国人の方が足りておりませんので、まあ、間違いなくもう一枚は絶対最低でも取ってくるかなというふうには思います。まあ、ヤン投手はね、結構素材型のピッチャーで、即戦力でどこまで使えるかところは微妙なところではあるので、まあ素材型のピッチャーはまた別で取ってくるのか、あるいはね、割ともうバリバリ戦力で使える選手を取ってくるのかっていうところは、わからないですけれども、まあただね、やはり昨シーズンは、今シーズン NPB で、まあプレーをした選手たちっていうところも、まだまだ去就決まっていない助っ人の投手たちたくさんいるんですよね。まあ以前の動画でも、説明しましたけれども、まあロッテのペルドモ投手、カスティオ投手だったりとか、まあカープのアンダーソン投手、ターリー投手だったりとかね、まあそういったところがね、まだまだ市場に残っているよというところですので、まあそういった選手たちの獲得に動いてみてもね、いいんじゃないかなと思うし、まあそれなりの活躍を期待するのであれば、まあそういった選手たちの獲得に動いた方が確実性は高いんじゃないかなというふうには思います。まあそこで助っ人をもう一枚獲得したらね、まあ現役ドラフトも終わりましたし、まああと山川選手のね、どうなるのかってところで人材教師とかかかってくるんですけれども、まあおおむね補強終了になってくるんじゃないかなというふうには思いますね。まあライオンズそんなにトレードとかはね、あんまりやんないので、まあもう一人助っ人を獲得したらね、基本的には補強終了。あとは山川選手、牧野選手がどうなるのかっていうところ、ここはね、決まってくるんじゃないかなというふうには思います。はい、まあ今回はね、ヤン投手について話してきましたけれども、まあどこのチームに決まったのか、近々発表があるかなっていうふうに思うので、そこを注目して見ていきましょう。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。